激なトラッシュトークも派手な演出も必要ない。彼の普通という個性には言葉にできない花がある。令和のシュート伝承者、斉藤豊。シュートの第10代世界フェザー級王者として通の間ではそれなりの評価を受けていた彼が、なぜ一般層にも支持されるファイターになったのか。それは2度にわたる朝倉未来との激闘があったからに他ならない。時代の寵児と絡み、初戦では白星を得たことでその知名度は飛躍的に高まった。未来との再戦で使用したグローブがオークションで91万円という値がついたこともその人気を物語っている。常に謙虚でそれでいて熱い、そんな彼も現在36歳。引退への道というのも少し見えてきたのかもしれないが、クレベル戦で見せた彼の姿は衰退した姿ではなく、トップファイターとしての姿だった。今後彼がどんな物語を作っていくのか楽しみだが、初代ライジンフェザー級王者斉藤豊の名は格闘ファンの心に残り続けるだろう。ちなみに彼が可愛いと思う女子格闘家はケイト・ロータス。やっぱり彼は普通だ。